ブトムシ。ふん、ふん、思い知れ。お日様ハート始まるよ。タルッシ。ゆっくりあうあうだぜ。14の言葉って知ってんのか。速攻ビシビシで説明するぜ。ディオの骨から生まれた緑色の赤ちゃんがいるんだ。その赤ちゃんにブッチが14個の言葉を聞かせるとだな。赤ちゃんが成長してシームーになるんだ。そしてその赤ちゃんとブッチが融合することで必殺最強の技メイドインヘブンが発動できるんだぜ。だけど14の言葉を赤ちゃんに聞かせてるときは攻撃も防御もできない大きなリスクもあるんだぜ。わかったか？ブしか言わないんだな。運命はここで終わりだ。プッチファイナルフリー戻れ。スタートフリー戻ってきて。これは試練なのだ。糸を伸ばせばチャンス。つまり敵でいいんだろ。螺旋階段離れた。お前に命令する。カブトムシ。ふん、ふん、思い知れ。まずい。廃墟の街スタンフリー。イチジクの樽カブトムシスタンフリー。ドロローサへの道スタンフリー。カブトムシ得意点。つまり敵でいいんだろ。つまり敵でいいんだろ。リートを伸ばせば。エンジョー戻ってきてスタンフリー。まさか素数を数えろ。リートを伸ばせば。アジサイカブトムシ。つまり敵でいいんだろ。リートを伸ばせば。得意点。秘密の皇帝。これで君の世界へ戻れ。共に旅立てるぞデュシーム。敵でいいんだろ。戻れ。水平に落ちるな。パンチは必ず一発だから。糸の結界。素数は私に勇気を与えてくれる。スタンフリー。何球続ける。センキューだ。チャンス。これはシーム。パンチは必ず一発だけだ。なんとスタンフリー。パンチは必ず一発だけだ。なんてスタンフリー。水平に落ちるな。まさか。やばい。まずそのまま眠りながら。これはシクールだ。はっ、はっ、うん。何球続ける。センキューだ。やれやれだわ。これを伸ばします。シュウ、私を導いてください。感じたぞ、位置が来る。かっ。糸の、つまり敵でいいんだろ。お前は崩れ落ちる自分の貧弱さを思い知れ。私には追いつけない。面白かったな。ブしか言わないんだな。